時は紀元前3000年、縄文青年タオと憧れの縄文美女パオが織りなすラブストーリー。前回2人の気持ちは急接近、彼女の家にお呼ばれしちゃってさあ大変。この後2人の恋の行方やいかに。パオのところへ招かれた日の朝、夜が待ちきれないタオは目覚めた瞬間から心そぞろで落ち着きません。もうダメだダメだ、なんかしてないと気が気じゃなくて落ち着かない、いても立ってもいられない、どうしよう、なんかしなきゃ、あ、そうだプレゼントだ、黒曜石のナイフにしよう。石器の材料に多く使われる黒曜石。三内丸山遺跡の出土品を見ると、県内だけではなく北海道や長野県などで作られた製品も多くあります。他にも岩手県の琥珀や新潟県の翡翠、秋田県のアスファルトなど、遠く離れた地から様々なものが運ばれています。丸木舟を使ったダイナミックな交易が展開されていたのです。そしてその日の夜、タオよく来てくれたわね、そこに座ってちょっと待っててね。あのこれもしよかったら使ってください。あら綺麗な黒曜石、すごく使いやすそう、切れ味も良さそう、さすがね。タオ大事に使うわね、本当にありがとう。運ばれてきたのは皿に盛られた栗とキノコの煮物、イワシの串焼き、そしてニワトコッシュ。はいどうぞ、お口に合えばいいんだけど。うまい、うますぎる、たくさんあるからいっぱい食べてね。なんだかめっちゃうまい。人々は栗やクルミ、山菜などの植物をたくさん食べていました。またノウサギやムササビなどの肉やマダイ、イワシなどの魚、貝など自然の恵みを季節に合わせてうまく取り入れ、豊かな食生活を送っていたと考えられます。土器の出現により食料の煮炊きや貯蔵が可能となり、調理の幅も大きく広がったのです。かわいいし料理もうまいなんて、パオはほんと最高だな。あ、思わず本音が口から出てしまったタオはパオに告白する決心をする。まだ出会ってそんなに時間は経ってないけど、僕はパオに、私タオのこと好き好き好き。まさかのパオの逆告白、これによってタオの恋は見事成就したのであります。縄文ラブストーリー、君思う、心ドキドキ、めでたしめでたし。人は人を愛し愛され、歴史命をつないでまいりました。太古の昔、縄文の時代から続く恋のバトンは、おはよう。おはよう。もう少しできるからもうちょっと待っててね。今もつながり続けているのであります。